はい、恐山です、ビーナさんのブレイブス続きをやっていくんですけども、まずここで皆さんにお知らせします。ですね、実はですね、この動画3回目の録画です。1回目、録画したのがなんか音声が入ってなくてミスったんで、もう一度撮り直したんですよ。そしたらまた同じことが起きましてですね、どうもなぜ起こったのかちょっと分かんないんですね。で、仕方がないので3回目の録画をし直します。はい。で、もう2回をここ倒しちゃったんですよ。で、まあこの後ちょっとストーリーも進展するんですけども、結構ね、なんていうのかな、やる気がないわけじゃないんですけどね、ちょっと感情移入できない部分が多々あるかもしれません。まずそれをお断りしておきます。それとここ2匹の敵なんですけど、もう倒し方を一応覚えちゃったので、きちんと解説はできないんですけども、倒すというはい、サクッと倒しますね。はい、では祝福の日。一応ですね、前2回に、行ったことを同じようにやっていこうと思うので、一応ね、そうですね、なんて言ったらいいのかな、今回の遠征終了時に、前回前々回と同じような結果になるようにしていきたいなと思います。はい、ちょっと申し訳ないですね、そのあたりは。はい、ではやっていきます。ナワンカとイルビラの子トレマス・ベンが3歳になりました。はい、はい、まれに見る素質ですね。いろんな字が書けるようになったよ。はい、これがないとね、魔術書を読めませんからね。キャラクターメイカン、はい、ミコですね、この方もいいですね。はいうん。で、ナワンカとイルビラの子ですね、のんちゃん。のんちゃんはバルキリーですね。なので攻撃力と間接攻撃力上げます。はい、ちょっと強力なバルキリーを育てたいなと思ってます。うん。さて、で、ここに出ますね、降ります。こいつはなんだ、アンブロシアはまあ最悪の後でも大丈夫なので後にします。はい、ですね、土属性のカオス版 HP309、 攻撃力17、素早さ9、初回防御力9、回復力9で、複数攻撃4、3×4 の複数攻撃、これがですね、4ターン目、7ターン目、生命力ダッシュの HP 吸収が、3ターン目という感じですね。今回はですね、これ2ターン目で確か倒したと思います。確かというのは、先ほども言ったように、倒し方を一応覚えたので、もうその通りに倒したいなと思います。まずここナワンカですね。ナワンカで、ウォレス、ベノワ、ゲフ、団長で、レーベですね。まあ2ターン目のこの石化後の攻撃が結構重要になってます。で、とどめはですね、とどめ誰だったっけな、確かゲフかベノワなんですよね。違うかな分かんないな。一応ベノアにするようにしたんですけども、うまくいったかどうかというところですね。みんな行くぞ。いやー、ちょっとね、2回目の録画までは結構勢いあったんですけど、もう3回目なのでさすがにね、ちょっと、テンションが上がらないというか、はい、ほんまに同じことやってるんですよ。うん、よし。いやね、録画ってこういうことあるんでね、大変ですねたまにはね、1回録画ミスって
もう一回やらなきゃいけないっていうね時あるんですけど、はい、ここステイですね。ああもう3回目の録画っていうのは初めてですね。あ、やっぱゲフか。あ、違うな、ブラッドさんですか。で、生命力ダッシュ、ここもステイ。はい、カオスバンを倒しました。でギフはまだレベル2か3ですね。あ、違いますね、レベル5に上昇しました。はい、ね、この白い塵っていうのはあのガラクタに成長した後また白い塵に戻ったりするんですね。で、これをずっと繰り返すんですけど、たまにですねレベル15の強力なアイテムに化ける時があります。ブラッドさんにはこれを装備していただいて経験値を積むというのが、まあ、今日課になってますね、うん、さて、安全値プラス。じゃあもう一匹敵倒します。こいつですね。ヒルジャイアントですね。はい、こちらも土属性、HP279、攻撃力が8、素早さ2、初回防御力9、回復力18、まあ、この敵もですね、ローテーションすると HP 回復と初回防御で、ダメージがだいぶ増殺されます。なので、基本的にはステイして戦うという感じですね。で、怒りの一撃12から16、これが7ターン目ですね。で、力を貯める攻撃力倍化、5ターン目ということで、攻撃力倍加した後はですね16の攻撃力プラス12から16で最高32ダメージ食らうことになりますね。うん、今回はこの力を貯める攻撃に行くまでにとどめを刺します。はい、というか並び方はねほぼこの通りなんですね。ここユマです。ユマで、ゲフ、ベノア、ナワンカ、ベジータ、レイベ、シルマイちゃん。はい。今回は確実にベノアが、とどめを刺すという感じです。戦い方はほぼ一緒ですね。ここの攻撃補助が少し、変化させた感じですね。みんな、行くぞ。はい。なんか、未来が見えてるような、そんな感じがしますね。うん。よし、で、石攻撃。はい、というかエクストラか、さっきの。ブラッド、まあ大丈夫ですね。ベノアは60ダメージなので、はい、倒しました。よし、あ、 HP か、HP なのか。さて、仲間たちの様子、何か変動ありますかね。ないですよね。はい、敵は倒したので、ここからは、噂の回収ですね。まあ、忍者アーチャー、ここはアイテムなんですけど、まあ、これはほっときましょう。この3つですね、3つを回収します。こういって、こういって、ここからこういくかな。いつも呪文をそらんじること。
繰り返し繰り返し唱えて魔力の流れに乗せること。私の弟子になりたいっていうのはまあいいけど条件がある。でもね、見た目がねかなり若い肌ツヤのある魔女なんですよね。まあこの時期にね、この年代で、支持できるぐらい能力の持ち主ですからね、相当強いと思うんですよね。こいつはですね、攻撃補助を上げます。なので将来有望な人材に、上げたいなと思うんですけど、オレス、メイプル、オレスがいいですね。ちょっとね、冒険者をね育てたいんですよね。よし。さて、で、あとはこちらの方の、この粉末を混ぜて発酵させれば、はい、1年後には立派な毒入りエールの出来上がりですよ。製造に1年もの時間を要するのだ。確実かつ完璧でないと困るぞ。お任せください。グラス3分の1ほどので致死量です。また体内への残留性が低いので死因を突き止められる心配はありません。なんかベラドンナみたいなやつですね。よし、頼んだぞ。着難のいない市長が死ねば秘書が繰り上げ当選と法律で決められている以上、真っ先に疑われるのは私だろうからな。決してシリビでいいのかな、シリオでいいのかな、見せられない。毒殺しに行くんですな。え、シパメ、やっとあなたのシリビをつかんだよ。まあこれ3回目なんで、ああなるほどねとか前回言ってたんですけど、さらっといきますね。まあ思うんですけども、これおそらく1049年の最悪の時に毒殺事件が起こってグダ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 となるようなストーリーになるんだろうと私は考えております。通してちょうだい。急用なの。市長は会議中です。会議中の部外者立ち入りは法律によって禁止されていますので。そんな、私は実の娘を、規則ですから。騒がしいぞ。おや、入試管理局長が何のようで。父に会いたいのね。このアルビの一言、これはかなりのですよね、急要請というか、もうこう言わないと通してもらえないのかもしれないというね、緊迫した切迫したような思いを持っているはずです。3時間後に30分ほどなら時間を作ろう。私は父と二人で話がしたいの。残念ながらそれは無理だ。市長の私的会話には秘書か、書記の立ち会いが不可欠と法律で決められている。何を企んでいるのかは知らないが、無駄だよお嬢さん。いくら実の娘という肩書きを持ってしても私にはかなわない。かなわない。この町では法律で定められた地位がものを言うのだ。市長や市民は市長秘書である私と1階の入試管理局長に過ぎない君、果たしてどちらの言葉を信じるかな。というかね、この顔ね、3回目見るんですけどね、これ酒井正明ですか、町明みたいな顔をしてるんですよね。このなんかもういかにも悪そうな顔。あなたは全部計算済みなのね。なんて人なの。おやおや、知りすぎた命、人は命を縮めるぞ。せいぜい夜道を傷つくのだな。ごめんなさい。ちょっと今日は、酔い明けなのでね、噛んでますね、めちゃめちゃ。どうしたらいいの？いやー、スルギのとこ行くのがいいと思います。ね、で、スルギですね。今一人？誰もいないわよね。アルビの、今日の公務はまだ間が、間が。スルギ、助けて。私、もうどうしたらいいか。どうなされた？落ち着かれよ。市長が、お父様が、シュパンに殺されてしまう。私、会津の計画を盗み聞きしたの。本当？1年後に毒入りエールでって。
シュパン殿がまさか。町の人たちはみんなそう言って取り合ってくれない。なぜ？彼が市長秘書だから。信じてほしいの。私嘘は言っていない。このままでは本当にお父様の命が。しかしながら拙者はアルビ殿の護衛に過ぎない。一体どうしろと。わからないわ。でも私が相談できる相手はあなたしか残っていなかった。いや、ここは即決でしょう。しばし考えさせてください。アルビ殿、くれぐれも無茶はせぬように。そっか。ほらよ、フェアリールビーの実だ。ちょうど食べ頃だぞ。でもこの実は貴重なんだ。勝手に食べるのは違法だよ。気にすんねん。木の実一つぐらい絶対気づかれないよ。お前この3日間何も食べてないよね。話じゃないか。うん、ありがとう。公的資産横領罪は禁錮4年から25年。早速見つかりましたね。あ、見つかっちまった。まずいな。俺捕まるのか。お主に掟はないのか。掟？そうだな。俺の掟は俺だ。ジャイアンみたいな考えですね。掟が己自身だと。そうだよ。何が正しいかなんてその場その場で変わってくるもんさ。だったら自分で考えて自分で判断する方がいいじゃないか。どうかな？どうかな？俺はその時そこにいるみんなが幸せになるように行動しているんだ。剣、どうかしたか？今日は見逃してやろう。猿が言う。お、話せるやつになってきたな。調子に乗るな。早く猿。ねえ、剣が悩んでます。アルビのことを思うと剣も動きたくなるはずなんですよね。うん、本心はそうなのかもしれない。忍者ですね。ここは忍者の仕事って意外と少ないものね。あんまないんじゃないですかね。この廉価クルシャの力を活かせる機会はないものかしら。あんたが廉価か。仕事を探してるって聞いたんだが、俺たちの仲間にならないか。うん、名前を言ったらついてくるわけですね。いいわ、厄介になるわ。よかった、歓迎するよ。よろしく頼む。はい、廉価クルシャ、強さ、55ですね。55、19歳。衰退年齢が32なので13年間ですね。で、今ね、ヒカルがいるんですよね。あ、ごめんなさい。ヒカルがですね、うわ、20歳で 70.5 か。いや、じゃあ、申し訳ないけど、いらないですな。はい、取りやめます。申し訳ない。で、あとはまあ、魔物。ヒルジャイアント。で、あとは、こうかな。はい、これですね。はいはいはい。で、ガスクラウド。おお。おお、出てきたね。はい、アーチャーですね。イルビルド・マグウェリン。自分の力を試したくて故郷から出てきたんだけど、どこかいい話ないかな。これ、ね、フリーと同じようなね、あれです、いきさつですね。あんたがいるビルドか。仕事を探してるって聞いたんだが、俺たちの仲間にならないか。はい、能力ですね。17歳。おお、結構いいやん。 57.2。はいはい、関節攻撃19もすでに持ってるんですね。衰退年齢26歳なので9年間ですけども、ちょうどいい相手がいるんですよね。モンザーナ、ちょっと微妙かな。うん、まあ、このアーチャーと
2個くっつけないなぁと思ってます。ということでね、長らく騎士団で活躍してこられましたレーベフィーですね、推定年齢30なんですけども、もうすでに2年経ってます。強さがね、一応100を未だにキープしてるんですけども、まあ、ここでね、次世代の次の世代の騎士団にバトンを譲りたいなと思います。在籍年数17年、215日、48戦、とどめ7勝7敗、うん、で、未だにまだ団員としているね、シロマイチャの間に、聖騎士デモニカと、ベーザス、そして祈祷師キャラカーンを、生んだという感じですね。すごい惜しいんですよね、まあ、能力がね高いんでね。ただまあ今後のことを考えるとちょっとね、他の団員も、成長させないといけないので、はい、ということでお疲れ様でした。継承はできなかったですよね、伝承の伝承。はい、さて、ですね、まあ、ここからはもうちょっとバレーに戻って、次回1049年まで進めて、そこから、続けて最悪に挑みたいと思います。皆さんには申し訳ないんですけどね、ちょっとこの、低いテンションの中で遊びました、申し訳ないです。次からはまた録画の方をきちんと、ミスのないようにやっていきたいなと思います。はいはい、ということで、次回は最悪に挑みます。それではご視聴ありがとうございました。